マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢、そのリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めるドリンクがあるんです。今回は特に女性の方は必見です。飲むだけで健康で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。1日1杯飲むだけ痩せるリンゴ酢ドリンクお伝えします。話の流れはこちらです。1、なぜこのドリンクで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、1日1杯飲むだけ痩せるリンゴ酢のドリンクレシピをお話しますね。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうかという、その痩せるポイント4つあります。1つ目、このドリンクを飲んでいただくとあなたの腸内環境が整います。まあ、イコールね、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちを増やすことができるんです。そして2つ目、脂肪をどんどん燃やしてくれる効果もあるドリンクです。そして3つ目、あなたの便秘を治してくれます。やっぱりね、痩せたいのなら便秘のままだといくら食事制限を頑張っても運動を頑張ったとしても待っているのはリバウンドですね。なぜか悪玉菌と呼ばれるデブ菌たちが住み着いてしまっている状態がイコール便秘だからなんです。そこをしっかりと解消していきましょう。4つ目、貧血を改善できます。これはね、私たち女性にとってはもう本当に本当に大切な問題になってきますよ。貧血の方はやっぱり体調不良にもなりやすいですし、太りやすい原因の一つにも貧血って実はとっても影響しています。特にね、貧血で困ってらっしゃる方はお薬に頼らなくてもこういった天然のものでしっかりと鉄分を補っていただきたいなと思います。ではここから2つ目の項目です。1日1杯飲むだけで痩せるリンゴ酢のドリンクレシピをお伝えしますね。ここからはこのドリンクを作るために必要な材料、それぞれが持つ痩せるポイントと、そして材料、作り方、飲み方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。まず1つ目の材料はこちらです。白湯を使っていきますよ。これめちゃくちゃ効果があります。ぜひ天然水で作ってみてください。白湯はですね、まずあなたの内臓が温まることで内臓の動きがね、働きが活発になってくれます。その結果代謝が上がって痩せることができるんですね。そして脂肪の燃焼効果があったり、消化代謝がアップしてデトックス効果、そしてむくみ改善効果もあるのがこの白湯になります。では2つ目の材料はこちら、リンゴ酢使っていきますよ。もちろんもうこのリンゴ酢もズバリですね、太るリンゴ酢と痩せるリンゴ酢がありますから、後から選び方注意点をお伝えしますね。まずリンゴ酢のダイエット効果はこちらです。脂肪がどんどん燃えて基礎代謝もアップ、そして脂肪がつきにくくなって太るもと、血糖値の急上昇もぐっと抑えてくれるのがこのリンゴ酢です。でよく質問いただくんですね、澄香先生ってお酢でたくさんある中でなぜリンゴ酢がいいんですかっていうご質問があるんですけれども、それはズバリですね、健康できれいに痩せたかったらダイエット目的であればリンゴ酢選んでください。この酢酸の働きが一番強いのがこのリンゴ酢なんですね。そのことで腸の蠕動運動活発になる、要はね、腸がめちゃくちゃ元気になりますから、その結果代謝が上がっていらないものも全部デトックスできて善玉菌たちも増えて、もういいことがいっぱい起こります。そして満腹感も得やすいのがね、このお酢の特徴なんですね。あなたの暴走する食欲をぐっと抑えてくれるのがお酢の効果です。そしてね、カリウムも入ってますからむくみ改善効果も期待できるんですね。ではこのタイミングで痩せるリンゴ酢の選び方をお伝えします。もうズバリ無添加のものを選んでください。例えばですね、おそらく全国皆様手に入りやすいのはこちら、見えますか、ミツカンの純リンゴ酢、国産リンゴ果汁 100% を使った原材料名を見ていただくと、リンゴ果汁 100% のみでできているこういったタイプですね。これ1本 500ml 入ってます。もしくはちょっとコスパがいいのを見つけたのでご紹介します。こちら、もしお近くにイオングループ系の、まあ、イオントップバリューとかね、マックスバリューかな、そういったお名前のスーパーがあるところで買ったのがこちら、トップバリューの国産リンゴ果汁 100% を使用した純リンゴ酢。こちらは私の地域ではですね、まあ、九州大分県なんですけども、こちらミツカンさんよりもトップバリューの方が100円前後
お得に買えましたので、ぜひお近くの方はこちら、なくてもこちらね。でなかなかスーパーに純リンゴ酢置いてないという方は、やっぱりもうこの時代ネットでちゃんと本物純リンゴ酢購入した方が絶対いいですよ。それ以外は人工甘味料が入っていたりとかね、余計な添加物たっぷり入ってますから、買わないようにしてくださいね。なのでこちらリンゴ果汁 100% でできている純リンゴ酢、そしてできれば有機栽培 GAS マークがついたオーガニックの無添加のもの、こういった良質のリンゴ酢を選んでください。でもっと健康志向な方はね、濁るマザーの入っている濁ったままのリンゴ酢、こうろ過する前のリンゴ酢はもっともっと健康効果も高くなりますので、こだわりの方は濁ったリンゴ酢もおすすめです。では次の材料は蜂蜜使っていきます。やはりね、甘くすると飲みやすいので、甘いものが苦手な方は無理に入れなくてもいいんですが、ここで間違っても白砂糖なんかを入れないでくださいね。太ります。腸の動きも胃腸の、ね、動きも弱くなっちゃうのでやめましょう。その代わりにやっぱり国産の純蜂蜜ですね。こういったのは適量取れば脂肪を燃やしてくれたり、栄養価が高かったり、腸を整えるオリゴ糖も入ってますから、ぜひ甘みがちょっと欲しいなっていう時は純粋のピュア 100% の蜂蜜使っていきましょう。では次の材料はこちら、ターメリックイコール秋ウコンのことです。秋ウコンの粉末でもいいですし、ターメリックの粉末でもどちらでもいいですね。で私はターメリックは手作り のカレーの時にですね、この香辛料を使うので、これターメリックなんですけども、もしね皆さん、まあ、ここまで大きな業務用的なね大きさのものでもなくてもいいんですよ。これちっちゃいもので構いませんので、そんな大量に使いませんから、こんなに大きなのはいらないんですけども、要はターメリックイコール秋ウコンのことなので、ウコン粉末でも代用としては OK です。でこのウコン、ターメリックがすごいのは経済を、要はね胃も元気になって粘膜も修復されてね、やっぱりちゃんと食べたものが消化吸収ねできる前の部分になりますので、しっかりと胃も元気にしていきましょう。そしてなんといっても肝臓強化ですね。肝臓はデトックスの機能ですよ、最大の。ここを強化することで体も元気、代謝が上がって痩せることができます。そしてね血流も改善します。やはり痩せたい時は全身の血行が良くないと痩せません。なので血行も良くしていきましょう。そしてコレステロール値も下げてくれたりね、抗酸化作用も強いのでアンチエイジング、若返り効果も期待していきますね。ではここから材料、作り方、注意点についてお伝えしていきます。まずこのターメリックを使ったリンゴ酢ドリンクです。1杯分、白湯 150ml、 純リンゴ酢 50ml、 蜂蜜大さじ1、ターメリックパウダーは小さじ1/2イコール 1g 程度、もうちょこっとですね。この材料をご準備ください。もう作り方は簡単、グラスにこの材料全部よく入れて混ぜたらもう完成です。では最後に飲み方注意点です。決してこの材料ですね、白湯の代わりに冷たいお水などに置き換えないでくださいね。冷たいものを飲んだり食べたりすると胃腸が冷えてしまって、結果代謝が落ちて太ってしまいます。必ずホットで作ってください。そしてさらにその摂取量ですね、先ほどの1杯分、1日1杯で十分です。なぜかというとこのターメリックにですね、もうすごく鉄分が含まれていますから、鉄分も取りすぎてしまってはいけないんですね。で特に疾患のある方とかは医師に必ずご相談いただいてターメリック摂取してください。ウコも同様ですね。そして全身に倦怠感を感じた方、なんかだるいなっていう方はターメリック合ってない可能性がありますので、すぐ医師にご相談してくださいね。なので鉄分は必要なんですけれども、ターメリックウコンはですね、鉄分を含む量がすごく多いので、1日先ほどお伝えした小さじ1/2イコール 1g 程度で十分ですので、飲みすぎ取りすぎには注意してください。さあいかがだったでしょうか。今回もリンゴ酢のダイエット効果をさらに高めるターメリックを使ったターメリックのリンゴ酢ドリンクをお伝えしました。とってもね飲みやすいので、ぜひ1日1杯飲むだけで OK ですよ。食前食中食後いつでも OK です。飲んでみてくださいね。このお話役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみて
こんな風になりましたっていうコメントをいただけますともうとっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。